初めまして。野営駅周辺にお住まいの皆様、京都の青葉整骨院です。交通事故治療でお困りの方、青葉整骨院の交通事故患者様の声を一度ご覧ください。交通事故でむち打ちと肩と腰の治療を受けたいと思っていろんな病院に行ったんですけれども、なかなか診断をうまく聞き入れてくれるところがなくて、で青葉整骨院さんに出会いました。でそれからというものを親身に聞いていただいて、症状も良くなって回復に向かってます。でやはり交通事故治療がですごい困ってて悩んでたんで、それをすごい気に留めてくれはって、親身になって、相談を受けていただけました。良かったです。